スズメキ流とは、スズメキ、桜井昭一が設立した、スズメ機界のメンバーのマージャンの打ち方を指す。ただし、スズメキ流はマージャンを打つ人だけのために存在するのではなく日常レベルからの強制や自己啓発の意味合いが強いので、スズメ機界に入会していない人や、別のジャンルの一流の人が、スズメキ流の考え方を取り入れるケースも見られる。一般的な、ありありではなく、 ありなしが採用されている。食いたんはできるが、後付けは禁止するルールである。ただし先付けまでは禁止されておらず、先付けを行った後の袋、または、安ん安純子で薬をつけることは認められている。二面待ちで片方のみ薬がある場合でも、もう片方が、順からであれば認められる。スズメキ流のルールには独自の制約、政権がついている。桜井の弁によれば、 スズメキリュウとは、スズメキリュウで打たない者たちを相手に試合をするときに、自分が有利になるための戦法なのではなく、お互いに、スズメキリュウで打つことによって、精神の歪みを是正し、人間本来の心を取り戻すという精神収容が主眼になっているようである。またそうすることによって、運気を呼び込み直感力を研ぎ澄まし、長いスパンで見たマージャンの力を身につけられるということのようである。 少なくとも短期的に見た場合、その制約の多さもあって、スズメキ流で打つことにより急に以前よりも好成績を収められるようになるというわけではない。また、勝つために戦うのではなく、良い勝負をした結果として勝利がついてくるべきという発想があり、悪いとされる内容での優勝などは祝福されなかったりもする。ありがとうございます。